réveille, on a pris la douche et on va partir s'entraîner là. On est un peu fatigué quand même, on n'a pas très très bien dormi, mais on va donner un peu de hargne sur l'entraînement et je pense que ça va être assez sympathique. Sensei, il a 83 ans, il a dormi avec nous sur les tatamis cette nuit. Il est en pleine forme, en meilleure forme que nous, donc ça promet. Voilà, bon, à tout à l'heure. こう逃げたいからこう親指をそこに入れたらこうこっちこう行ってこうこう こんなふうなのないのかな投げるからはい、まあ、はい、うん、こう握ったらな、逃げるんだよとりあえずこうやこうや親指を親指とこう寝たりはいこうやって肘関節が折れるはいね、で、そこをこう持ってくる。はい。その時はこうか。はい。脇にしてくる。はい。で、それをこう入るわ。はい。うん。うん、間違えたよ。で、今度こう持ってから。普通はああではないんだけど、な。 受け身の練習になるっていう。で、次、まあ4番にしたら一般的な大統領の中で四国の大統領。大統領。で、秋武道というものを言わずに、はい。な。はい。巨匠で全部武田武士を入れてるんだ。はい。で、武道武田な、はい。大統館をやっぱり尊敬してるっていう。 気持ちが武田自身に言えてるんだ。わしがね。先生、ここに巨匠があるんやろうか。四国の場合は武田の菱のマークが入ってるわけ。もうね。うん。それがその大東館、武田さんの方からの門をちゃんと建ててるって。四国の方はそれを建ててると。だから巨匠自身が武田の門が入って。 強調なんてますね。相手より先に握ることが三箇条っていう。だから、こうやったっていうことだけど、これを握られて、三箇条的な。で、今の一箇条に握られてから、やる手首を。 な、この行動よ、親指をこうやったら、こうやったら、だから親指で、こうやって、こうやって、こっちこうやったらこうやって、うん、これでこうやって、バーンとこうやって、まあ、これそうなんです。ね、こうやって、だから腰がこう、こう引いてもいい。 こっち向いて、どこ、はい、こっち、こっちが中心だったから、これ体重はこっちになるよ。だからこう、こうに移動する。立った時に、うん、いい、うん、いやいや、こう、はい、<笑> どっちか。よし。斬新かな、斬新。
voilà, on a fini l'entraînement du matin. On va manger des udon, pas trop lourd, parce qu'après on a encore un entraînement cet après-midi. Aujourd'hui on a bien, on s'est bien chauffé les oreilles, donc cet après-midi ça va être pas mal. Et rentre ce soir à Tokyo. お弟子さん関係、結局千葉先生関係の方と久先生の関西合気道クラブのところとのこう稽古の出稽古みたいな感じの、ね、合同稽古の交流から、その時に久先生が健在で、ほんでこれで感じた、一緒に久先生の健在な時に名前付けた、名前を付けるの、うん、で、たくま会という名前は柴先生が、いや、もう、いろんな意見があったんやけど、柴先生が久たくま先生のお弟子さんだから、たくま会っていう、たくま会で、それが通ったわけ、そうか、やっぱりあの、クラブのイントロ、だな、あれは、なんじゃ、あの、幹事長がな、やっぱりこっち、わしがやったということは書いとるけども、どこでやったかっていうことはな、あの、大阪で、みんなな、わしの提案によってこういう名前にしたんだっちゅうのことを書いてるだろ、それなし、あれは小松島の牧田藩のとこでの向こうが言い出したことです。向こうからの提案で一緒にそういう会を起こし合いましょうという提案があって、こっちが飲んで名前を提案したと、したのね、だから、こっちがあっちに行ってこうしましょうじゃなくて、向こうがこうしましょうっていうことで、たくま会っていうのが、あの、発足したということで、その時は例えば四国の技としてと、あの関西も大阪の技はちょっと違ったわな、全然違う、ね、だから、あの伊さんもこれはだから、四国のな、技を関西で押せと言うて、やんじゅったとこが、せんねん、言うといてせんねん、だってね。ほんとせめてものが、四国のものと合同とすれば、四国のものが、ばっかりするから、だからそれで、まあ何人もで、だからまあ、わざもこういろいろ話をでできると言うんで、久先生やりやりと言うたんだと、合同にしたらどうかと言うての話を、あの大阪の店主、これはたくま会の稽古手帳ね、そうです、稽古手帳って怒んなの、これはたくま会の方の連中がやったの残ってるやつ、あ、私たちも持ってるっていうことだ、そう、ね、向こうが出た、でももともと時宗先生がこれを、まあ、リスト作ったからね、ということは当然にリストは同じだな、同じだ、ただ、やり方はちょっと違ってる、違うね、あとこれは別にしてね、だから久先生は免許みなかえの概念を持ってるからね。先生、質問は、中津先生はどこで大統領を習ったの、直接だけ、あ、それは朝日の時に、朝日の時に上島と武田と、で、そのたまれてる上下の部長が久先生、久先生ね、だから実際にずっと稽古してるのはその下の人が稽古してるっていうこと、これこう刃物持ってる、こうやって刃物持ってるってことを言う、こう
これ歌ってね、うん、こうこうなるね、ほんでこうしてるからここに近い、ほんでここの一本取りのところのここにまっすぐかけてます、右足右足右足こういうの、ほんで後ろにこう左足、ほんなら今度これをこっちに、うんうん、ほんならこう手から鏡にする、ほんならこう手が詰まる、ほんなら手詰まってんねんけどこの右足をこっちに開いてる、ほんなら親指かかる、振り向くから親指かかる、これが振り向く親指の方向、親指の方向、教えてもうた技をすぐに写真撮るから、うん、どういうような気がし方やらそんなんていうんじゃなくて、ただ単に形や、分かっただけよ、形だけよ、うん、だからな、はい、あれ見てな、分かるものと分からんもの、もうそ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 う、ほんでな、はい、あの気分完璧になってんの、うん、だから私はな、はい、それを宝殿というものを これにな全部こう突っ込もうと思った、はい、な、うん、あのいわゆる徳根先生と一緒じゃん、徳根先生がこれを免許改伝までも、はい、あの、はい、ちゃんとあそこにはあるんだけどな、はい、でその外のことも県のことも全部あるんだ、はい、あれだ、はい、それを柔術、はい、は柔術のやつを全部、はい、一つのものにまとめようと思って、はい、わしはあの20年や言うて聞いたけどな、はい、な20年でもあかんって言って、はい、まあ、はい、一応な、うん、まあ20年だから、はい、まあ、これはくぐりと思って、はい、まあ、こういうふうな名前をつけてこう、はい、こうやったんじゃと、はい、こう言われたけどな、はい、ほったら、うん、場合もその真似して、はい、この送電を、はい、この中に突っ込む突っ込む、はい、な、はい、だからこっちのやり方と向こうのやり方と違う、違う、大東流は免許制度から団員制度に変わりましたが、その背景にあったのはどのような理由でどのように移行していったのですか、あの、ね、ということだから、昔はどういう、昔は序伝中伝をね、はい、な、秘伝を、はい、これを中心にやったの、はい、うん、昔は、我らのとこはこれだった、はあ、うん、ね、じゃあそれで、はあ、これだったら中年を打てんだってピンとこんだろ、はあ、な、近代的に、はあ、だから段位に変えた、はあ、ほな先生、その初年っていうのはその2箇条ぐらいまでなんですか、初年っていうのはね、はあ、あの初段、二段のことよ、うん、大体な、段、はあ、位で言う、はあ、言えば、はあはあ、だから何箇条ぐらい、二箇条ぐらい、二箇条ぐらいね、そういうふうに、はいはいはい、で主殿のその後、うん、ほんで中殿になって三段だけ、三段だけ、中殿で三段ですね、うんうん、はい、で先生どこら辺までが分かるようになった、で4段5段になったらもうな、はあ、4箇条から、うん、ほんなら3段あのということはそれ、はあ、それで言うたらこの下のも入るんで、ここのうんうん、これがそれも入るわけ、はあ、これが、うん、これが入って、ね、中殿、うんうん、それそれであの竹馬会は、はあ、あの何じゃ一箇条が二箇条初段というの、二箇条が二段、三箇条が三段とこういうふうに決まってるところが、はあ、昔は、はあ、これがなかったわけよ、はあ、あこれがね、これがなかったわけだから、はいはい、もうこれでいいけど、そういうことは、はあ、な、はあ、1箇条、2箇条、3箇条へ言うだって、な、分からんだろう、はい、第1条、第2条しか書いてないんだけど、はいはいはい、な、はいはい、な、これからここまで来たものが大体、はい、これ、はじめはもう、座取りばっかりやけどな、はいはいはい、座取りは座りばっかりやけど、いどりやけどな、はいはい、
だから一番祈りをやったものがやる、うん、どれだってこの間に60全部やって100以上ある、うん、祈りがね、うん、祈りだけで、うんね、うんはあ、すごいね、それがまだそれでしょ、それやってそれを立てらして、はい、な、はい、祈りをのやつを祈り独特の技をたあの立ち合いにしてでやらしたわけよ、はあ、うわ、うんはあ、それを正殿とかな、はあ、中殿とか言うと、はあはあはあ、とか正殿はほとんど祈りだけうん、だい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 だその上にプラスアルファがつくわ、アイルの効果な、はい、こうみたいな、決めるな、ね、それが入るわけ、はいはいはいうん、そうなんできる、はい、それやって、はい、どんな時にちょっと握って引っ張ったらもう、はいはい、ファーッとこういくけれど、はい、立ち合いの時にそういう感じ、はい、やっぱり足が一歩進めたらもう、はいはい、まあそういうこと、はい、だからあのこの一般的に送電というものは、はい、そういうふうに大体、はい、時間数と、はい、技の、はい、な、はい、技数と、はい、時間が経ったら技もそんだけやっとるっちゅうで、はい、な、はい、でそれが最初は10本やったら10本目は覚えてるんだよ、うん、忘れたのが覚えたじゃん、うん、2本ぐらいか覚えてる、うん、5本やったら5本覚える、うん、だけどやるのは2本か3本ぐらいするんだろ、うん、覚えてるんだよ、ね、お前覚えてるんだよ、この前の言うたに覚えたかって、うん、まあ2つは一番始めと一番終わりだけじゃ、うん、痛いやつは覚えてるかって、うん、だから痛いものをさないかんとじゃ、うん、そうでもやる動画やと、うん、それをあの、うん、それをせなんだらな、うん、ポイントも分からへんし、うん、その、うん、大統領中自身も分からんわね、だからポイントがただ柔らかかったら何が何だか分からんっていう元技が分からんっていうことだからな、はい、手の甲を返しな、はい、これが分からん、はい、だけどあの宗家の この上のやつはな、はい、それが分からんからな、はい、一箇条、はい、片手とか両手やるときには必ずの、はい、こういうふうに引くかい、こうして取らせ、また次のくらいできる、あこうとか違うね、こうに、はいはいはい、こうに持たせ、はい、うん、それがくれんの持たすときにこう、いやこうやったら、はい、ほら、ま、回せんのよ、回せんだからこう、こう持たすの、はいはい、こう、まあ、そうにっていう感じになるな、こういうの、これを、ところがこれをの、はいそう、こっちをつかめと言ったときに、こうつかまるの、こういうふうにせないといけない、こうな、でこれからこういうの持っていけない、そのポイントが変えらんで、これこう、こんなん持てたって、ちょっとも決めらんで、こう引っ掛けて、こう、中指とこう、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 これ、指でかけここの逆でもね、2か所ぐるもなってもとはね、でそれをこうこうこうやって引いたら引いてこう取ったらこう1になるんだけど、ね、こうやってこういうの、はい、なの、はい、の1になる、はい、そういうもんを刺したらいい、はい、それができん、はい、初めこれ愛知の、はい、初めの習い方、はいとこうすんのな、はい、ペッて言ってこうやったらパタンとこうやって、うん、こげますわね、こうこれもね二箇条の投げになるかけや、はい、な、はい、こっちから癒やしたら相手投げね、相手投げにすんの、はい、そうせなんだら、はい、なんちゃしら、はい、あのわしがあの、うん、久先生の、はい、の、はい、いい
千葉っち男は、うん、な、うん、どこまでできる男かって、うん、実験された、実験試された、試された、こっち相手投げしてみる、あ、はいはい、私は、持ったらこの台の姉妹に、な、なんだ、ついてきてちょうだいって言って、ダーッとこうやったり、脇だけチェッとこういて、あー、逃げてった、飛んでった。あ、次に、どう、言うた、やめ、言うと、これ、怪我するわ。それで、もう、それから何とも言えん。大阪であの合同練習した時やな、わしを横に座らしての、で、わしはもう向こうあったんね、先生、あれ何や、なとらんな、あの技は、ちょっと、な、ちょっとさんけんど、押せてやってくれ、ちょっと、愛知投げ的なもんを、大体こう、こうやったら、相手、あの、掴んだらな、決まるだろう、はい、うち、うちの、はい、な、はい、うちこで、はい、な、はい、こう、掴んで、こうやったら、決まるから、四か条になるんや、はい、これをこう伸ばして、こう、こう、ギュッとこう、手首をこう、やって、はい、親指をやられたら、相手投げになるんや、相手投げって言ってそういう意味よ、手をんと思ってでの、うん、で持って、はい、のところでこれであの4に4の持ち方、ね、4にですね、打ち込んでだったらこういうふうにしてこう取って、うん、これでこれで決めたらこれを、はいはい、な、はいはい、これは4か条4か条な、はい、それを当然なくして、はい、こういうふうにして、はい、先生こういうふうにして、こうしてこう投げたら、はい、これが愛機投げになる、愛機投げになる、はい、ということは呼吸がグワーッとポイントにここへ、はい、な、はい、ブワーッとこういうが愛機投げ投げ、うん、はい、投げ愛機っていう意味にはな、はい、こういうふうに呼吸呼吸を愛機、うん、呼吸法を愛機愛機という、はい、まあ、ほんま他のとこ何やら文章でややこしいこと書いたりわけのわからんことがあいつだろ、わからんだろ、あんなもん読んでも文章で書ける問題じゃない、だけど愛機を書けるわな、はい、剣やって愛機書けるわな、はいはい、いわゆる、呼吸力っていうんだろうな、はいはいはい、呼吸の力、はい、愛機という、うん、それがだから、うん、あの武道というものは全部愛家で全部入っとる、うん、みんなそんなこと言えへんねん、そうだ、みんな大統領だけが愛家愛家と言うて愛基充実になってる、違うとこは今のようにこうこうやるとか、うん、それだけならないん、うん、返しはだって、うん、な、はい、愛機のことって書いてある、はい、これがある、はい、それはな、はい、かける方も愛機、はい、な、はい、だあの この前やったの入れ違い機にしたら、はい、あれ愛機、はいはい、なかったらつかめんので、はい、向こうが来るものをパーッて出すんよ、はい、また逃げる、ふうたとこに握れて人間だろ、ふうた、はい、向こうやって一緒じゃん、はい、な、その呼吸法が愛気、愛気っていうの、はい、な、はい、それをな、はい、あぶ気とかあるだ、うん、気ということはよう言うよ、はい、気、元気な気よ、はい、な、はい、な、はい、気であると、はい、愛気には気であるとくるかいで、わけがわからんで、ね、そのことだった、はあはあ、な、はあ、それよりやな、はあ、哲学的なもんね、天気はいいなちゅうしな、そのがわかった、うん、天雲もない、うん、
な太陽がこうこうこう出るからね。天気の気も気。が、うん、愛気の気も気。その気も。うん、だけどそういう気持ちで、はあ、ね、はあ、やるのが愛気という。うん、わしはもうそういうの説明して、はあ。うん。ほんでな、はあ、あのわしもあのなんじゃ会になっとったけど、僕から、はあ、なんだ来るんよ。はあ、な、はあ、解放が。はい、大空間を大事に、はいはい、いただけ、はい、もう、もう、もう3人の目が、はい、どこへ大変しやんけど、はい、先生、その、まあ、今の愛機の話やけど、ほな、この剣、もともと剣から来てるから今のなんちゅう、この返すやつにしても剣がこうなってんのもその呼吸法の気で愛機を使ってるっていうことだよね。それが刀から刀の話になって書くな、武道というか、はい、剣もな、何もかもな、はい、愛機が入っとる入っとるね、はいはい、な、はい、それがみんな全然理解してないかな。いや理解できとらんの。聞かれるとこんなことは絶対ない。これあてにね、それでこれめぐっとって、はい、でみんな立ってこっちの方に行ってこういったらここのこれとこれね、これとこれをこんな風にとか力入れて絶対せんな、これをこのにこういう風にかけて、こうかけてくるんじゃなくて気持ちはこうかけてね。で相手も抵抗ないで当てに行く。そうだな、人間を投げようと思ったら後ろに崩して横に振って投げるのが一番人間かね。こんなんじゃ絶対飛んでいかん。それでまあ当てみる。ほんならこれ今度ここ、ここったら何かあったらさっきのここなんですよ。そこに今度はこの方向にこれを入れる。この硬いところ、硬いところね。硬いところをこういう。これもこれも一緒なんだよ。ここに入れる。で、後ろに来る。後ろに来る。こんだけ後ろに崩れとるんだ。こうでないんだよ。これだったらもうポイントがずれてるんだよ。さっきのここの位置にこれを入れる。で、これはここに入れる。で、後ろに振ってやると今度横に振る。こっち向けに。こっち向けに。こう振る。ほんならその時点でこっち振られたらこれここにかかってるんだな。これが初めてこっち向いたらこの2になる。この2これがこう詰まってくる。わかる。ほんならこれで自分の顔をこう見るんだ。一緒だ。ほんでこう、これが肘を返してくる。肘が当たってるんだな。こうやってやるから肘返し。